これでいけんのか。あ、いけた。これでいいのか。さやかちゃんいける？いけます、いけます。画面共有。あ、ごめん。有効に。いや、スパイダーマンに会ったのは未だにちょっと忘れないんだけど。ね、ウルトラマンに会った幼稚園児みたいな、なんかわかる？スパイダーマンに会ったか。来年スパイダーマンの格好しようかな。本人に会った記念にね。うん。スパイダーマンに捕まった人でいいんじゃない？糸だらけに。そうそう、糸だらけに。ありあり。おお。そうなんです。なんか思ったよりもその下のヒレの部分が広がらなかったんですけど、なんか、ま、エレガントな感じで。うんうん。結構いいかなって思いました。ちょっと後ろも。まあね、そのマーメイド系のやつって、これ今床についてないじゃん。宙に浮いてる床について初めてちょっとボリュームが出たりするわけよ、うん、とかその中にチュチュが入っちゃったりするよね。でもなんかいいんじゃない、横見せて。うん、横のシルエットいいね。ヒップがしっかり出て、こういうのとかさ、あのほんとガチで、あの最近もレディーガガはもうちょっとなんかミセスな感じにね、ハウスオブグッチとかでミセス方向になったき、うん、何とも言えんけど、まあ、例えばけどエズラとかこんなん全然着るわけよ。で、こういうクイアでクリエイティブなものをさらりと着ていいじゃんってなるアイコンが誰になるのか、すごいタイトドレスやしね。誰ならカーラとかも着ると思うけどね。なんかさ、あのドレス作ってみてシルエットがあるじゃん。でさ、こういうシルエットって誰、どういう人ならこういうのを着るのかっていうのって全然分かれてくるわね。オーバーサイズならこんな人かなとか、ミューズがおるじゃん。この系ってさ、ものすごいドレッシーじゃん、このマーメイドドレスって。でマーメイドドレスって基本的にこういうシュッとした人に似合うろ。で、あのこのシュッとした人の美をすごいあの強調するシルエットで、このドレスすごいいいのがさ、足長く見えるじゃん、ものすごい足長く見えるし、ものすごい細く見えるし、後ろ見せて、コルセットなのもいいよね。結構頑丈？めっちゃ頑丈です。へえー、いいね。これさ、拙者ない、なんか鱗感みたいな。あ、いいね。これはすごくいいんじゃない？うん。俺はすごい好き。うん、脱がしたとこ、それ。こんな感じの色ですね。まあ、日に当たるとちゃんと。いいね。
なんか干された魚感がまだあるもんね。すっごくいい。干物感あります。干物感あるよね。めっちゃ干物感ある。切れる、切れる干物って感じ。すごいいいよね。なんかさ、どういう風に最終的にプロデュースしたいこれ。そうなんですよ。今の自分の手応えとして、あのちょっとポートフォリオのページの感じとか見せて、どういうリサーチどう持っていくか。まあ、こういう感じで。何がいいかしらね。なんかストーリー的にしたい、それともなんかドレスって感じにしたい。まあ本当はなんかストーリーみたいな感じにしたかったです。そうよね、俺もそっちの方がいいと思う。でストーリーでするとしたら一番これで伝えたいメッセージって何。やっぱ最初のインスピレーションとなんか自分が使ったものがスーパーの魚なんですよ。うん、ただ食用にしてる魚、それがなんか一番自分の中でずっと残ってて、まあ、それをどう伝えたいかとか全然分かってないんです。だ食用の魚を見てマーメイドのドレスこれさ、あ、さやかちゃん言うの忘れた。あのね、来週サラのクラスのメンバーは俺とサラであのインタビューの練習するき、次週はあの入ってきた瞬間から俺とサラ面接官になるき、あのプレゼンできる準備しとって、プレゼンというかインタビューで受け答えできる準備しとってよ。わかりました。で必要なのが作品のタイトルと出来上がっちゅうとこまでのポートフォリオを前もって送って、俺とさらに。はい。で俺らはそれ見ながら、そういう、まあ、例えばこれがさマーメイドドレスで仮のタイトルして、あの We saw your mermaid dress project. What's the concept? とかなんかそんな感じで聞く気。なんか1ページ1ページプレゼンしてとかじゃなくて、何なのこれはぐらいの感じ。だから要約して。This is ボラ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 言えるようにしてて、なんかこうシュッと凝縮して、うん、でこれで一番伝えたいことを何ですかってなったら何が言いたい？なんかこう食べる魚、着る魚、なんか、うん。完成したの見て、なんかあんまポジティブじゃなかったです、自分の中で。なんか、わかんない。そのドレス自体がなんか、やっぱこれから入っちゃってるから、うん、苦しそうだなって、なんか自分がこう、コルセットにして締め上げてみたいな。うん。なんだろう。こういうのはどう？なんか例えば My curiosity is always related to food、うん、とか eating とかそういう感じ、コアな興味のあるもの、矛先で、since I love to makeGarments, fashion, like, since I wanna be a fashion designer, my inspiration naturally comes from food. とか、なんか一回そういうの言われて、so then this time I was researching about different dresses and I found mermaid dress. And when I saw mermaid dress, literally the fishes from supermarket.came to my mind とか言って、so then I was like thinking how I could express myself, how I could make a representation of my aesthetic as a designer. So I decided.To create a mermaid dress by fish skin to express ironic
reality between other creatures and human society とかなんかそんな感じ。Then for me, wearing something feels like wearing other creatures.And then also, I always be interested in eating. And then also thinking about how I can use leftover materials from the cooking.So this creation, this project, I try to discover a sustainable method from the cooking to making, dressmaking.とかなんかそのぐらいの感じの説明されるとああって感じかな。だと思うのよ。さっきのなんとなく要点は分かった？分かりました。うん。ちょっとそれ言ってみて。なんか何かが抜けちゃったらこのストーリー全部ダメになるね。英語で行こう。はい。英語ですか？はい。英語で行くで。はいって感じで。はい。So, please talk about your project. Why, like, what's this? Okay, first,、mm-hmm. I love eating. My、mm-hmm. curiosity is about food. And I want to be a fashion designer.、Mm-hmm. And my inspiration is always come from food. In this project, I research about, no, I research different dress and I found mermaid dress. And mermaid dress reminds me of fish and supermarket. Mm-hmm.And yeah, and I think like how I could express myself. How I could express myself using.Using food,、mm-hmm. yeah, and how I could, yeah, like representation. Yeah, no. To さっきの言って、mm-hmm. and I decide to make mermaid dress to、mm-hmm. express, like ironically, yeah, like.Ironically, like express other creature, like versus human society, and yeah, and I was so always interested in eating, so I'm thinking about how I can use.Leftover materials in this project. And in this project, I'm discovering the like sustainable method from making
this dress. Mm-hmm. So, yeah. Like, this is my... No, this is why I make this project.Okay, I think like what's missing is like conclusion. Okay, so like、mm-hmm. you start like from like, hey, my curiosity is this. Like I always love to think about like food and then like creation. And that you love fashion, right? So like you say like, hey, my love is, you know, for food, like eating and then wearing something. So I love both, right?、Mm-hmm.So then that's the reason why I started like researching about like, you know, dresses and then found like mermaid dress. When I saw mermaid dress, literally fishes from the supermarket came to my mind. So I decided to make a mermaid dress with real fish skin、mm-hmm. to create very ironic and also iconic.Look as my project in order to express myself, and then this piece aimed to be a representation of myself as a fashion designer. ここすごい重要。 Okay. ThenI discovered like sustainable like method at the same time as well. So I created like a fish skin, you know, DIY. I made every like materials from, you know, leftover stuff from the cooking. Then create したわけじゃん、そのドレスを。そこまでは OK。で、最後のコンクルージョンとして何を言いたいかな。コンクルージョンとして、じゃあ結論。So,You know, like from this project, what I wanted to express is that 何を言うって感じよね。私の話にしてもいいわけ。私にとって食べること、着ることっていうのはとても大切な要素で、その2つを融合させることをこう目的としてクリエーション活動してます。でもいいし、なんか私にとって服とはこの食生活とすごく密接な関係であるからこそこういった作品作りをしてますでもいいし、なんかさやかちゃんにとってのその今まで食についてすごいやってきたじゃん。その食とファッションっていうものがどういう関係性をもたらすのかっていうことを最後言いたい。なんて言いたい。あなたにとってこの食プロジェクトをずっとやってきるのとファッションデザイナーになるっていうのはどういったことなんでしょうかっていうのが言いたい。はい。なんかない？キーワード。キーワードですか？うん。ちょっと待ってくださいね。食べること、着ること、食とファッション、なんかない。言うならば、それはあなたにとって何ですか？ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。待ちます。あ、お願いします。もう一回。食べること、ファッションをすること、その2つはあなたにとって何ですか？食べることとファッションすることは私にとって、うん、何ですか？わかんないんですけど、あんまり明確な違いがないです、自分の中でその2つは。じゃあ、でも好きなこと。自分の好きなことですか？その2つは違いはあんまないけど好きなことである。丸。そうですね。興味があることである。そうです。興味があることです。とても。OK。じゃあ、これがコンクリート。食べられるものが、うん、
あの着られるってのがマジでやばいと思いますね。なんかやろ、それよ、それがコンクルージョン。私にとって食べられて、じゃ食べることができて着ることができるものっていうのはもうやばいって思うから、それを作ってますでいいよ。私のオブセッションはこれです。 I'm fucking obsessed with eating and wearing stuff. And if I make something wearable and then edible, that's my ideal, that's my dream, that's what I wanna do in my career. So this is my obsession. って感じよ。それを言った方がいい。だからこのタイトルはもしかするとオブセッションとかそういうタイトルでいいと思う。For me, eating and then like fashion, like merging together is just a dream. It's just crazy to me. So I decided to challenge myself. Something wearable, something edible. That is the masterpiece for me. So I started.Doing this, and I did the research about like manager, you know, あのさっきと同じ話をするわけ。でもその前に、This is about my dream, edible, wearable. You know, two of the most attractive things in my mind, in my world. 的な。って言われると、うわあこのドレス。食べれるし着れるんだ、最高じゃん、あなたにとってじゃん。 So this project I made small size, but what I'm dreaming in the future is like making something real life, like real size. I wanna wear, you know, in the future, make it biggerって感じよ。なんとなくわかる？ってなると最終ファイナルどうするかっていう話になってくるね。食べることができて着ることができるって超すごいじゃんっていうのを伝えれるような何かでありたいよね。俺が思ったのはシューティングしたいがやけど、綺麗に写真撮るがやけど、そのマネキンに着せた状態で巨大な綺麗な白い皿にポンって佇んでナイフとフォークが横にあるってこと。面白そうですね、うん、なんかすごい高級なディナーに行った時のメインディッシュでこれ出てきたみたいな。マネキンとドレス出てきて人々がなんかこう食べるのこれ何なのみたいななビジュアルで写真をパンって撮るのがいいかもなと思った今で、白い無機質なところでパンって取るのもいいけど、食の天才みたいな人にのなんかそういうなんか綺麗なレストランでそういうの協力してもらって取るのがいいんじゃない？なんか俺思ったのはちょっとフレンチレストランとかさ、まあ、白ベースでなんか机とかあるところで、そういうところになんか予約電話入れて、すいません、あの食後にどうしても1枚撮りたい写真があるんですけど、こちらで撮っていいですかみたいな、ちょっとレストランのリサーチして、人々が周りでいっぱい食べるわけよ、ご飯をね。で、食べるところが背景ですごい綺麗で、みんながこうドレスアップしちゅう中で、このドレスをちょっと置かしてもらって、皿の上に。で、それで撮る。とか、動画撮るとかね。まあ、すごいいいと思う。みんながこうね、上品に食べる中、そのドレスがさやかちゃんの目の前で綺麗に佇んで、なんかこうワインとか飲みながらやるいう状況がすごくいいんじゃない？なんかゲリラ感もあってすごいいいと思う。だからファイナルは写真なんだけど、ドキュメンテーションとして動画撮るのもいいと思う。みんながもりもり食べる感じ。でもちょっと背伸びしたところ行こうね。なんかプロポーズとかしそうなぐらいのなんかわかる？
ちょっと背伸びしたレストランでみんながちゃんと着飾るようなところ。